皆さんこんにちは、霊夢です。マリサだぜ、うぷ主です。イントロをもらったらしいね。そうそう、それは、よかったな。大事に使うんだよ。わかってる。今回はフレンドのワールド紹介だね。そうだよ。なんかチラッと見えてるの、なんかすごそうだな。その通り、でで。これ平等院鳳凰堂か。なんかすごいね。実際に行ったことはないんだけど、でもすごい。平等院鳳凰堂を作ったのは誰なの？藤原の寄道で作ったというか会期なんだよ。へえ。もともと藤原の道長の別荘宇治殿があったんだけど、息子の寄道が宇治殿を寺院に改めたのが平等院の始まり。ほう。堂内には上京という人が作った阿弥陀如来像があるんだぜ。鳳凰堂の内部は鮮やかに彩られているらしいね。現在、国宝に指定されています。では鳳凰堂をいろいろなとこから見てみよう。おお、見たい。では、どうぞ。いかがでしたでしょうか。夜にすると明るくなるのってどうやってんだ。あれは、屋根や柱の裏に松明などを置いてるらしいよ。へえ、そうすると明るくなります。次回の動画は何？フレンドたちと遊ぶらしいよ。何して遊ぶんだ？教えません。うぷ主、私の出番を増やしてよ。ヨウムさん、わかった考えておくよ。それでは、ありがとうございました。